指についたホコリホコリは繊維から出る糸くず、毛髪、ダニ、ダニの糞、カビの胞子、フケなどが空気中に浮遊している状態や床などの隅に集まっている状態である。目に見える状態のホコリを構成している物体にはたくさんの色があるが、弦方根色とホコリを構成している物体と物体の間に隙間があることから、ホコリは人間の目では灰色に見える。なお 埃であっても、すす払いなど、すすと呼ぶことがある。室内の埃を、ハウスダストといい、アレルギー性疾患、電気製品の故障、電気プラグ接続部からの火災などの原因となる。屋内の掃除の場合は、掃除機やほうきで取り除く。新聞紙を濡らして、小さく切って巻くと、埃が舞い散らずにほうきなどで集めることができる。雑巾やモップを使うこともある。 商業施設、公共施設など大規模な場所では、大型の清掃機器を使うことがある。高所にある場合は畑を使い、その後、床に落としたホコリを集めて捨てる。空気中に浮遊しているものは、空気清浄機で取り除く。パソコンの内部の場合は、ダストスプレーを用いて吹き飛ばす。また、プラスチック製品は、その静電気によって、ホコリを呼ぶため、 定期的に清掃する必要がある。ハウスギャストの蘇生とプブズの流形分布。国立環境研究所資源循環廃棄物センター。2019年10月18日閲覧。ありがとうございます。